18歳と81歳の違い。夢いっぱいの抱負を持つのが18歳、抱負さを求めるのが81歳。楽しむための保険を考えるのが18歳、安心の保険を重視するのが81歳。友達との信頼を保証するのが18歳、必要な保証を考えるのが81歳。新しい挑戦を用意するのが18歳、容易にできた気になるのが81歳。未来を予知するのが18歳、時々予知を持って考えるのが81歳。新たな会社を設立したいのが18歳、長年の社会の思い出に浸るのが81歳。新しい共振を広めたいのが18歳、過去の共振を理解するのが81歳。経費に理想を思い描くのが18歳、警備に不満を抱くのが81歳。ご視聴ありがとう。チャンネル登録してから次の動画に進んでください。